教え解説の時間です。本日も第5章提供147ページから解説していきます。8.3 人の石切り職人。昔一人の旅人が歩いていると、向こうに3人の石切り職人が炎天下の中作業をしていました。旅人は近づいて一人の石切り職人に何をしているかと尋ねました。すると最初の石切り職人は、ただお金のために働いているんだよと不機嫌そうに答えました。旅人が二人目の石切り職人に同じ質問をすると、二人目の石切り職人は神経質そうに、見ればわかるだろ、石を切り出しているんだよと答えました。全く同じ仕事をしているにもかかわらず、二人の答えは違っていました。旅人は興味を持って三人目の石切り職人に同じ質問をしました。すると三人目の石切り職人は、教会を作っているんです、立派な教会を建てて多くの村人に喜んでもらいたいと思っているんですと目を輝かせて答えました。最初の職人はただお金のためだけに働いている人です。自分のアイデンティティを仕事と結びつけていない場合、仕事は単に生きるための手段でしかありません。自分が生きるため、家族を養うために働いているのであれば、少しでも良い職場が見つかれば転職を繰り返す人になります。仕事から楽しみを見出すことは難しく、給与は苦労した労働の対価にすぎません。2番目の石切り職人は、いわゆる職人気質の人。石を切り出すという技にはこだわりを持っています。いわゆるスキル志向の人です。技術や品質を第一に考えてきた日本企業自体も、2番目の石切り職人に当てはまるかもしれません。マーケットが先進国から新興国に変わったことにより、日本の品質神話に限りが見えてきました。技にこだわってしまう職人は、仕事の本当の目的よりも、自分自身の技の習得に興味を持つ傾向があります。そうなると、客が要求しているものと自分がしたいことがずれてしまうリスクが発生します。3番目の職人は、仕事の目的を共有しています。誰のための仕事なのかをよく理解し、その目的のために仕事をしています。仕事そのものを楽しむことができ、顧客のニーズをつかむことも得意なので、顧客にも喜ばれます。仕事は、生きていくための手段としか考えなければ1番目のタイプ。かつての私は職人気質の2番目のタイプ。自分が何になりたいか、自分らしく生きるとは何か、自分のアイデンティティのみにこだわって生きていました。相手から求められることを正しく理解しながらも、自分自身を見失わない。世界と協調しながら自己実現を図ることができるようになると、3番目のタイプに変われます。3番目のタイプは結果として相手からも評価されるため、お金も手に入り、相手のために技も磨きます。すべてを手に入れるのは3番目の石切り職人だけなのです。ではここまでの解説を久野会長お願いします。はい、こんにちは。このね、まあ1番目2番目3番目の石切り職人、これは人間のね、本能とかなり強く結びついてて、どこの本能をね、中心に、まあ自分のね、欲求っていうのを満たしていくのかっていうのがね、どれになるか決めちゃうんですね。人間、安心安全の欲求、自己保存の欲求っていうのは全ての人間が持ってるから、お金を稼ぎたいっていう、やっぱ思うんですよね。お金稼げば、あればあるほど豊かになるから、お金に対する追求っていうのは自然な欲求。で、この昔のね、まあ原始時代、我々が、まあ、狩猟民族やってた頃ね、どうやって獲物を取るかって言ったら、より苦労せずに、まあ要は労力かけるとエネルギー消費しちゃうので、たくさん食べなきゃいけない。で、食料が少ない時代っていうのは、少ないエネルギーで獲物を取った方が効率的なので、どうやったら合理的に少ないエネルギーでお金が稼げるのか、
まあ、つまり割のいい仕事って何なのか、どこの会社に入ったらより少ない労力でたくさんのお金がもらえるのかっていう価値観っていうのは、これ人間のね、基本的なコンセプトな、非常にベーシックな。で、ここのベーシックなコンセプトで働くと、一番目の人になっちゃうのね。まあ、より効率的にお金が稼げて、簡単な仕事でたくさんもらえるところを一生懸命探すの。それは、どこに木の実がいっぱいなってるのかとかね、そういうのを一生懸命探すのと一緒で、まあ、これが一番目の、この基本的な欲求。で、二番目はね、これはね、学生時代に優秀な人ほどね、2番目の知識技術志向になる。この知識技術、知識の習得っていうのを、もうお勉強好きの人っていうのはね、ストレッチかけて勉強すると脳内麻薬であるドーパミンが出るのね。で、このドーパミンを出すのを、まあ、ストレッチかけてトレーニングしていくと勉強そのものが好きになっていくんですね。で、そうするとね、知識技術を習得して、学生時代有能な人間と思われる。で、社会に出てもね、その延長線上でやる。で、より知識技術がある人が有能だと、同じコンセプトでやると、それ自体がね、目的化して知識技術を習得すること、しかもその習得する方法をね、学生時代編み出してるからね、自分の中でドーパミンを出して継続的に人よりも長く努力できる人になり、またその長い時間努力してること自体を楽しめる人になっていっちゃう。そうすると人よりもね、それができる人になってるから、これも社会人になってね、有能な人って2番目の技術や技術志向に陥る。知識の習得を、まあ、目的化しちゃう。で、3番目の人はね、どうやってるかっていうと、これ承認欲求とね、リンクさせてる。で、その人から認められたいっていうのを顧客からっていうところにうまくリンクさせていくと、その承認欲求を満たすために、顧客とのコミュニケーション能力を測り、彼らから承認されるようなものに持って、そして承認されるためにはその知識技術が必要だというところで、2番目の知識技術を目的化させるんじゃなくて、手段として習得できるようになるんですね。で、さらにこれ上手にやっていくと、1番目のお金っていうのを相手が喜んでくれた結果としての、まあ、私がいつも使う言葉としては、成果っていうのは相手が喜んでくれているものそのものを測定するものになっているので、言葉での喜びだけではなくてね、感謝だけではなくて、さらにその得られる経済的な報酬っていうのをお客様が喜んでくれている大きさだっていうふうに考えると、一番目をより高める、要は報酬はね、大きければ大きいほどいいというコンセプトにつながっていくんですね。で、3番目を中心にすると2と1っていうのがね、必然的に包括していっちゃう。全部得られちゃう。でも1番目やるとね、結果だけ追いかける人だから、これね、原因のところを追求してないからうまくいかないよね。で、2番目の追求は手段の目的化をしていく傾向があるので、お客様が本当に喜んでくれてたくさんの対価を払ってくれるかっていうのはね、これまた別問題。そうするとね、2番を追求してね、うまくいかなくても、まあ、分かってもらえなくてもいいんだとかね、自分はこれをやってるのが楽しいんだとか、まあ、いろんな形で自分を納得させていく、まあ、イソップの物語で言うと、まあ、甘いレモンとかね、そういう発想で、まあ、逃避していく、行ってしまう、自分の殻に、閉じこもって、昨日の話だと、卵ちゃんになっていく傾向が2番の技術志向にある。で、3番目はね、全てがうまくいくコンセプトなのね。お客様も納得してくれて、しかも高い報酬を払ってくれて、それから承認欲求も満たされる、それから目的をこう明確化させると、自分の部下をもうついてきて、自分の組織化ができる。で、最後、経営者になってくるタイプっていうのは、3番以外にはね、
ありえないんですね。で、やっぱりコミュニケーションスキルの弱い人っていうのが世の中にいるので、そういう人がね、生きていく手段というのは、まあ、2番選んじゃうっていうところもあるんですけど、まあ、このどっちかですね。ただ2番で生きていくにはね、この今 AI 化が進んで、技術によってこう人より勝るっていうのは、一人がね、できるとね、全部その人が総取りするシステムになってるんですよ。ってことは、中途半端なね、知識、技術力だと、本当には勝てないのね。2番の状態で生き残るのっていうのは、まあ、ある意味ね、天才的なアーティスト型になってもないと、うまくいかない。で、最近私が思う問題っていうのが、いわゆるインフルエンサーの人たち、ネットとかに出てる、人たちっていうのは2番タイプなんですよ。で、知識技術のそのところをこう吸収してね、そして自分のやりたいことをやるのがいいんだっていうことを非常にたくさん発信してらっしゃる。でもこれはね、彼らがある意味天才的な人間でアーティスト領域に入れるね。それをね、我々がちょっと真に受けやすい。そうすると自分思考でその領域に入っていくとね、知識技術の目的化の方に行くから、天才型じゃないとね、うまくいかないのね。この領域ってほとんどの人間は組織の中で結果として働かざるを得なくて、組織の中で働くんであれば3番目のね、目的を共有してみんなで力を合わせて何かをするという方向に行かざるを得ないんですよ。でもインフルエンサーの人たちは自分一人で生きていけるんだと、組織なんかに属さずにやれるんだっていうのをね、強く打ち出してるんで、ここに今ね、多くの人が非常にね、まあ私が思うには惑わされてる状態になってんじゃないかな。これはね、本当に一部の天才しか2番目ではね、結果としては生きていけないんじゃないかな。僕はやっぱりね、多くの人は3番目になることによって、みんなでチームで協力し合ってね、大きなものを作り上げていくっていうのが現実的だし、ちょっと騙されちゃいけないかな、そういう気がしてる、ね、どう思います？やっぱり今のインフルエンサーの人たち見ると、自分もなれるのかなって目指してる人、目指してるの、目指してるのかな。でもね、知識技術の習得が絶対必要だから、それはね、頑張るのはいいんだけど、それね、目的化しちゃいけないってことね、うん、でそれでね、自分なんとかなるって言って独立して失敗しちゃう人もたくさんいるからね。まあ副業やってみてもいいかもしれないけど、なんでもね、ほとんどの人は組織の中でね、働くことに結果としてなるので、やっぱり3番目の大きな目標、目的を共有して生きていくことの大切さということをよく考えた方がいいんじゃないかなと思います。今日はここがポイントです。